皆さんこんにちは、ベンマックス TV のベンマックスです。今日はですね、1997年に、ゲットペプシマンウォッチのキャンペーンで1500名様にプレゼントされた、時計なんですけれども、それのちょっと紹介をしていきたいと思います。今メルカリとか安くたまに出てきますので、もし見て気に入った方いらっしゃったら、買ってみるのもいいかなと思って動画を上げてみました。よろしくお願いいたします。それでですね、ちょっと開けていきます。私もですね、抽選で当たった口なんですよ。その1997年頃です。やっぱり私もですね、毎日ペプシ飲んでたんですね。毎日、週に土曜日に稽古の後に、ペプシを飲んでおりまして、で それでですね、シールを集めて、投函しました。して忘れた頃にですね、これが届いたわけですね。コングラチュレーションズって入ってますね。ペプシマンの、ね、キャンペーンに、応募いただきましてありがとうございますと。で中身はですね、フォッシルという、これはちょっとあれですね、保証書ですね。でこれが、ギャランティーですね。これは使い方が分かっている、ギャランティーと感じです。で、ですね、私、角型のが、丸型のと角型のがありまして、私、角型のがね、どうしても欲しくて、応募して、どうせ当たんないだろうと、高をくくってたんですけれども、当たっちゃいました。ベースはフォッシルで、ここにペプシマンロゴが入ってます。勇敢は特に勇敢じゃない、シングルロックのところには特にこれといってないですね。あとバックルの裏側にペプシマンの、絵が描いてあります。これね、シールつけとけばもうちょっと価値が上がったんだろうと思いますけれども、シールがついてるやつでこの状態だと1万いくらだったの、2000だか5000だかでした。でこれはですね、全然何もついてないんですけども、これをですねオンすると3時59分と、もうその4時です、あ4時になりましたね。で、これが日付5月19日ということになっております。でここでね、調整するようになっておりまして、調整する、ジグがこう一緒にくっついております。で中はこんな感じです。で、ですね、こういう形って、昔オリエントでありましたよね、確かね。今復刻してますよね、確か。であとハミルトンのパルサーにもこんなのがありましたよね。ですがこれはちょっとフォッシルということで、でもやっぱり当たって嬉しかったです。すごく嬉しかったですね。ちょっとパルサーとかと完成度を見るとやっぱりここら辺がもうちょっとダークだといいなっていうイメージがありますけれども、ちょっとこれ、検証で当たったものなんで、作りはちょっとチャチいのかなとは思います。腕にはめると大体こんな感じですね。4時1分になっちゃいました。
じですね。こうやって見る感じですね。普段何も表示されなくて、なんかかっこいいですよね。で、これもう一つね、丸いやつなんですよね。うん。まあ、どっちか一個しか選べないんで、私はこれで、当たって非常に嬉しいです。それでですね、本体のこのサイズはですね、大体20センチですね。で、あと、そうですね、顔。顔面はですね、36ミリくらいですね。まあ、ちょうどいい大きさじゃないですかね。と、この当時の大きさとしては標準的な大きさだと思います。今日はですね、ちょっとオリエントの時計、オリエントじゃない、すいません。ペプシの、ペプシマンウォッチの、紹介でした。ご興味のある方は、ちょっと探して買ってみてください。まあ、本当は新品がいいんですけどね、それは当然。まあ、今はそんな高くないですから、こういうのもありだと思いますし、まあ、本家本元のハミルトンのパルサー買うのもいいかもしれませんし、あれも今復刻してるはずなんですよね。確か、私もインターネットで、パルサーが復刻したっていうのを見ましたんで、あると思います。オリエントも復刻して、こういうのを出しているいます、今、確か。はい。ですんで、まあ、これに、凝り固まらずに、まあ、こういうのが、雰囲気が好きな方いらっしゃったら、そういうものを買ってみるかも、のも良いかと思います。それでは今日は失礼いたします。どうもありがとうございました。